あ、一応ホームラン打って回ってくるのかな。はい、頑張れ。演出好きかよ。さあ、コールド勝ちで行こうぜ。さあ、 JR 北海道硬式野球クラブ初回の攻撃始まってまいります。はい、大会第3試合目ということで今日も盛り上がって応援してまいりましょう。よろしくお願いします。札幌日大高校吹奏楽部の皆さんも朝早い中でありますがお集まりいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。高校さんのオリジナルソングも我々だいぶ慣れてきましたので、積極的に使用していただけたらと思います。ぜひ、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の攻撃は初回から点を取って、いい流れ作れていたんじゃないかなと思いますので、今日も初回から点を取って畳みかけていけるよう、皆さんの声で後押ししていきましょう。先頭リーディングヒッター大月選手です。熱い熱い大月コールからよろしくお願いします。大月コール、それ大月、大月、大月、それ大月。1球目を投げた、打ちました、ファールかな、ファールですね。
一旦止めます。
さあ行きます。石川選手で石川ゴール。石川石川石川それ石川あーどうもおーバン。もらったもらった。確かに山本あんま当たってないからな。さあ申告敬遠により1・2塁です。1・2塁のチャンスでございます。大きな大きな構成、山本選手によろしくお願いいたします。さあ山本ポールから行きますよ。頑張れ僕らと。それでは行きます。やってるな。それはあるかもしれない。ワンストライクナッシング山本康生。じゃあ福田何を持ち込んでポジションの2球目をまだ投げない。投げた、しました。サードゴロ、サード取った、ベースを踏んでアウト。申告敬遠が実を結んだ形になりましたね。さあ1点先制した JR 北海道公式野球クラブは、5回の裏の守りに入ります。岡田、石井、稲堂丸と続きます。岡田丸が入ります。外野は大月、山本、内藤という布陣でございます。指名打者は内藤、はい、京都、那佐さん。はい、では、守備はまあ安心して見てられるんで動画を一旦止めます。ダイワハウスプレミアプレミストドーム、JR 北海道最後の守りになるかどうか。1対0、8回の裏ですね。最後の守りじゃない、あと8のアウト6つ。時刻
ランナー一塁、
ート切った何も来るんですか。投球するが間に合わず。ゴロの当てただけのバッティングがショートゴロ、一塁送球アウト。さあ、それでは6回の公式野球クラブ最終回9回の攻撃始まってまいります。さあ、しみれるシーソーゲームが続いておりますが、今日はしてないんだな。
チームですごい。バックネットもある2エンド2みたいな。3試合数字は派手な負け方をしていないっていうのがね、やっぱ秋の強い航空自衛隊なんでしょうか。5球目を投げた。ああ、行くって動いたけどボール、アウト、フルカウント。さあラストボール投げた。高め打ち上げた。ライトが落下点にすでに入っている。はい、結局福田は手元の計算で134球を投げ切ったことになります。お分かりかもしれませんが、どうかこの回はご起立いただいて応援してもよろしいでしょうか。可能な方お揃えはお疲れのこと申し訳ございませんが、ご起立いただいて応援のほどよろしくお願いいたします。さあラストイニング、さあ9回目の攻撃、先頭バッターは3番の佐渡選手からです。皆様佐渡選手にカットバス佐渡と皆様大きな応援佐渡、安田、山口、3番、4番、5番と打球が回ってまいります。9回の裏の航空自衛隊一つの航空で攻撃になります。10時26分、6回からマウンドに上がっている大阪はこの試合すでに前の回まで37球を投げています。おとといは何だったんだっていうぐらい今日は安定してますね。さあ、ダイワハウスプレミアプレミストドームからお届けしています。さあまずは先頭バッター佐渡をきっちり打ち取って、大崎1球目を投げた。今日は3打数ノーヒット。2球目投げた、打ち上げた。ファーストがファールゾーンに入って落下点に入ってるっぽい。取ってアウト。JR は守備は安定してるんでね、今日もノーエラー。ワンアウトランナーなし。バッターボックス4番安田、1球目を投げた。空振り。なんせね、この球場でホームラン打ってたらなかなか大変だからね。その代わり3塁打よく出るんで。2球目を投げた。真ん中のボールからワンボールワンストライク。ワンボールワンストライク。3球目を投げました。空振り。
4つ目、何だった、おー入ったストライク、いいぞいいぞ、ノーマス三振でツーアウト。さあ11時29分、あとアウト一つで終わってくれると思います。ファースト山口、2球目投げた、真ん中ストライク、続いています、今日は落ち着いています。3球目が外れてボール126、ショート取った、バカの取って一塁送球、あーどうだ、アウトだ、アウトアウトアウト、6-3で試合終了、11時30分。いやよくやった、最後の最後まで熱い声援ありがとうございました。はい、ではご視聴ありがとうございました。